皆様こんばんは。デッキワールドのお時間がやってまいりました。本日はペイパルさん協賛特別番組ペイパルゲーム部スチームサマーセールスペシャルをお届けいたします。イエーイ。いいですね。ありがとうございます。最高なあの家が聞けて本当によかったです、はい、僕ももう今日来てよかったなと。いや本当ですか。早い。じゃあそろそろ締めのお時間に、はい、あ本当ですか。いや本当に勘違いですっていう。そうですね、はい、そうですし、ゆっこさんが振り回されててそれが面白いなと思って、はい、もうあたふたしてます。あたふたしてますか。もう一滴盛りだった、はい、どうしたらいいのか。もう頭が真っ白で、あたふたって久しぶりに聞きましたけどね。そんなことね、素で言う方いらっしゃるのか分かんないですけどね、はい、本日ですね司会を務めさせていただきますセントスです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして、今お話しさせていただいた方もいらっしゃいますけども、デッキメンバーのゆっこさんです。よろしくお願いします。はい、ゆっこです。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてなんとなんと、もうね、先ほどから画面の中央にいらっしゃいますけれどもですね、はい、今回はスペシャルゲストとしまして、スペシャルゲストとしまして、プロゲーミングチーム、デトネーターのヤマトンさんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。デトネーターのヤマトンです。特技は、建築です。建築、建築。今日のね、ゲームでももしかしたら建築活かせるかもしれませんね。かもしれないですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、あ、はい、よろしくお願いします。ゆっこさんなんかはやっぱりこうヤマトンさんつったら憧れの方の一人なんじゃないですか、はい、もう憧れですね。某あのゲームのね、某ゲームの、某ゲームのあの憧れの星の中の星の方ですからね。星の中の星の方初めて言われましたね。もう知ってませんかそれ星って大体ねまあ星はそうですよね。まあこんな感じで、そうですね。一番星ですよ。一番星、一番星の方になった人みたいな、まあ、5等星ぐらい、5等星5等星よろしくお願いいたします。お願いします。でいつもですね、はい、デッキメンバーとしましてウエストさんもいらっしゃるんですけども。そうですね、ウエストさん。そうなんです。本日はですね、うん、ちょっとご都合によって、はい、お休みとさせていただいております、ね、だからあのあたりに薄く出てたりして、はい、うっすら出てる可能性ありますね。ありますね。もしかしたらもうね、あとあとね、はい、ガンと入ってくるかもしれませんけどね、はい、本日はこの3名で、デッキワールドペイパルゲーム部をお送りしてまいりたいと思っております。はい、まあ、非常にね楽しみではあるんですけども、楽しみですね。まあ、ゆこさん、この番組が何なのか説明をお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。任せてください。本当か？はい、じゃあ行きますね、はいはい。はい、こちらの番組は Steam をはじめプレイシュン。大丈夫です。いやいや大丈夫。全く噛んでません。今日は全く噛んでませんね。いや今すごいいい発音。ネイティブ、ネイティブ、ネイティブでしたね。ネイティブ、ネイティブ、ネイティブですね。そうです。あの自分ネイティブなこと忘れてました。あ、そうですか。はい。よかった。プレイステーションストア、ニンテンドースイッチなどでの購入などなど、さまざまなシーンで使える決算サービス、ペイパルの特別協賛でお送りいたします。なるほど。いや素晴らしい。ぜひ本当ありがとうございます。はい、ありがとうございます。来月もお願いいたします。お願いします。ペイパルゲーム部スチームサマーセールスペシャルと題しまして、はい、ペイパルのキャンペーン情報を皆様にお届けするとともに、この3人でいろんなゲームを楽しんでいきたいと思います。よっ、はい、いや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 、いやいいですね、はい、はい、また今回はスケジュールの都合上生配信ではなく収録した映像を今お送りさせていただいているので、はい、皆さんのコメントを拾ったりできないんですが楽しんでいただければと思っております。そうですね、だから、はい、例えばこの髪切ったとしても、はい、あれちょっと髪型おかしいなとか思っても、はい、みんなちょっと心にしまっておいて、あ、そうですね、はいはい、まあ過去の自分たちを眺めるそういう楽しみもできるんですが、はい、ちなみに今回収録といってもですね、やっぱ噛んだり失敗したりしてもそのまま使っちゃうっていう、番組のですね特性がありますから、はい、さっきのゆっこさんのあれも、はい、完全にもう今そのまま、まあ、ネイティブな感じだったんですよね。ネイティブな感じもね、はい、いやでもね正直この長文を一紙で済んだゆっこさん、はい、成長を感じずにはいられませんよ。本当ですか、うん、じゃあレベルがちょっと上がりましたか。なんでそこで調子乗るんですか。そこでちょっと自粛したら、はい、褒めるで終わったのに、はい、もうちょっとね、ゆっこさんといえばちょっと神々っていうところですね。ああ、ごかつかつかって感じです。はい、ちょ、某ゲームの某カード、はい、あの雲のカード名前言ってもらってもいいですか、はい、ハドロノックスで。そうですね、ハドロノックスって言えないんですか。そうですね、ハドロノックス。そうなんです。これ山本さんもう一回。ハドロノックス、いやいや、あ、じゃあこれはわざとゆっこさんに対して女の子だから今気を使ってるんです。ハドロノックス、ハドロノックス。それバカにしますね。いやいや、そうですね、はい、まあ、本当にですね、まあ、ゆうこさんの成長も見つつ、はい、このデッキのですね、収録となってしまいますけれどもですね、この番組楽しんでいただければなというふうに思っておりますね。さあ今回のですね、ペイパルゲーム部は、はい、スチームサマーセールスペシャルというね、はい、名前のついてるんですよ、はい、このスチームサマーセールスペシャル、何かがあるからこの名前になってるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、はい、ほら、ゆっこさん、まあいい質問ですね、セントさん。おー、ありがとうございます。はい、私がちょっとお答えさせ
ていただこうかなと。これ大阪のなんか商人みたいなのが。なんだろうね。ウキウキなのちょっとね。はい、ウキウキなの。はい、もうウキウキで。いやいや、最後です。ということで、ウキウキだな。あ、わかりました。はい、じゃあ、はい、こちらをね、画面下にあるこちらを見ていただきたいんですが、こちらですね。あ、出てますね。はい。現在、Steam サマーセールにすぐ使える PayPal ラッキークーポンを Twitter 限定で本日6月22日から6月26日の5日間毎日配布中です。はい。はい、なんだこれ、ラッキークーポン、はい、そうですね、該当のツイートをリツイートするとダイレクトメッセージでクーポンのリンクが送られてくるので、そちらを PayPal ウォレットに保存してお得なクーポンができちゃうそうなんです。ゲットできちゃうんですね。ゲットできちゃうんです、ね、はい、そうですね、はい、今ゲット抜けちゃいましたね。はい、しかも最大1万円の割引のクーポンが当たるみたいなので、ぜひ皆さん毎日チャレンジよろしくお願いします。はい、これ大きいですね。1万円あったらもう何でも買えるじゃないですか。Steam のゲームって比較的こう安いものが多い印象がありますから、はい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 、なんなら5本6本、うん、数本買えちゃいます。そうですね、買えますよ、いけちゃうかもしれませんね。もう10本も買えますよ。ヤマトンさんなんかはいろんなゲームやることも多いから、はい、1万円引きとまで来るとかなり嬉しいんじゃないですか。いやもう1年分ぐらいゲーム買えます。1年分はねちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ね、まだね結構ね、盛りともらえるチャンスもありますからですね、はい、ぜひこちらの、ラッキークーポンをお見逃しなくという形でございます、はい、しかもこれ毎日チャレンジできるそうですから、そうです、5日間きっちりやっていただきたいですね。はい、すごい、ぜひぜひお願いいたします。お願いします。はい、さあ今日はですね、まあいろいろとお送りしていくわけなんですけれどもですね、まずはですね、Steam で PayPal 決済を実際に使ってみようというふうに思っております。もしかしたらまだこれまでやったことないよという方もいらっしゃると思いますんで、はい、この PayPal のベテラン、はい、セントスがですね、もう大大大先輩です ね、 そうですね、 PayPal の先生、ね、はい、1回コーチングを受けたんですけど、はい、もう一回お願いしました。そうですね、はい、先生でも何でもないじゃないですか。違うんですよ、脳が悪くてですね、はい、でもやり方すごくシンプルです、はいはい、じゃあまず見ていってみましょう。おお、いやまだね、この段階まだまだ、ここで今残額が500円ありますよ。ああ、上から下ですね。はい、まあここで500円ありますよというところからですね、はい、スチームウォレットに追加、はい、と出てきて、はいはい、バーンと、もういくら追加するんだいというふうに出てくるんですけども、なんと本日、本日ペイパルさんのご好意により、ご好意により5000円、5000円をクレジット追加します。なんと、ありがとうございます。素晴らしい。5000円、まあ、このアカウントが誰のアカウントか置いといて、はい、嬉しいなと。嬉しいですね、はい、そういうことです。まあ、ペイパルゲームって書いてありますけど、はい、いやいや、気のせい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 、じゃあこれを追加させていただきましょう、はい、でここでですね、クレジットに追加、そしてこのペイパルアカウントと出てきますので、はい、これで続ける、はい、おで、このですね、利用規約にチェックを入れて購入とすれば、おすごくリアクションがいいですね。さすがの敵は。あれ今処理中ですけど、あれこれ、あ、イエーイ、ということでですね、すごいなー、やっぱさすが。いやもうね、我々こういうところしっかりしてますから。いやもうね、帰戦の修羅場を食った男は違いますね。そうなんですよ、ヤマトンさん。じゃあですね、はい、さあこのですね、今5500、円分のですね、はい、チャージがされておりますので、はい、じゃあ今度はですね、これでゲームをねちょっと買ってみたい、買う、うん、思うんですけども、ちょっと今度見たら、ついまで消されました。消されて下の中ぐるぐるってなりましたね。ゲームを買うと。そうなんです、はい、で今ですね、すごい、このウィッシュリストの中にですね、はい、ちょっと今こう欲しいっぽいものをですね、ぶち込んであります。何か選んでいきたいなっていうふうに思うんですが、いやそりゃそうですよ、やっぱりもうゲームといったら何でも興味があることですからね。はい、ゆっこさん、この中で興味あるゲームありますか。はい、なんかやけにピンクい、この東京42っていう、ね、42で言い方合ってるのもちょっと分かりませんけどもね。東京42、はい、42、あの山田さん、このゲームやプレイされたことは。いや、まあ、もちろん見たことも聞いたこともやったこともないですけど。じゃあせっかくですね、これちょっと買ってみましょうか。はい、名前いいですよね、はい、なんかおしゃれですよね、うん、名前もなんか画面もおしゃれで、でこれ自分用に購入で、はい、処理中です。はい、で今残額がありますから、はい、この状態で購入ができる。おお、もう簡単なんですよ。簡単、もうフェイパルだけですね。最高、フェイパル、すごいですね。はい、もうぜひ皆さん使って購入していただければな、はい、というふうに思ってますね。バッサリでしたね。はい、ちょっとね、なんで最初の盛り上がりに比べて説明がしっかりいった途端、はい、こうシリスボンでいっちゃったのか、はい、ちょっと今よくわかりません。ちゃんとできたことが今もしかしたらマイナスだったのかもしれませんね。いやいや、もうそんなことない。 あ、あまりにもすごすぎて、すごすぎて、はい、すごすぎて、感動しちゃったかもしれない。感動しちゃっていました、はい、ゆこさんとりあえず乗っかってますよね。はい、さあですね、この後はですね、まあ、ゲームをプレイするコーナーに入っていこうかなというふうに思っているんですけれどもですね、はい、まずは、まあ、前回、そうですね、
4回かなにわたってですね、はい、ペイパルゲーム部というのをやらせていただいております。もうすでに、はいはい、まあ、そこのお話なんかもねちょっとできればなというふうに思っているんですけども、はい、ゆっこさんはなんか前回の、はい、全4回で印象に残っていることがありますか？印象に残っていることといえば、はい、なんかもうどのゲームも全部私最下位だった気がするんですけど、まあ、最下位ではないかもしれないですけど、スーパーマリオとかなんか一番最下位タイムトライアルやったんですよ。いや、そうですね、タイムトライアルやって、はい、あの一応一度もスーパーマリオ1面クリアしたことなかったんですけど、クリアはできたんですよ。クリアはできた。でも一番遅かったんで。そう、いやでも偉大なる一歩じゃないですか。いや、あのね、クリボーが苦手すぎてなんかもう前から来るクリボーに対して、はい、もうね本当にもう前も後ろも進めないみたいになるんですよ、はい、なんだこれはって怪物が襲ってきたみたいな。スパイクですよね。パニックをどうしようもないと思う、うん、もうそうなっちゃうんですけど、あのロロロロロ、はい、ロロロロロが多い。ロロロロです。ロロロロっていうゲームが意外にも私の得意なゲームだったみたいで。いや、そうなんですよ。ロロロロロロロ、パズルゲームなんですけれども、はい、まあゆっこさんは全体的にあんまりこうゲームの飲み込み早い方じゃないんですが、はい、パズルゲーム異常に適性がありまして、はい、そうなんですよ。みんなもね率先して、はい、ね、リードしてましたよね。そうなんですよね。ちょっとおかしいなって思いつつ、おかしい、自分で言っちゃうのおかしい。なんか得意なゲーム見つかって楽しかったなっていう印象があります。いや、そうですね。はい、でなんかゆっこさんってちょっとこう噛んだりとか、はい、時々こうろれつ回らなかったりして、はい、私ちょっと抜けてますみたいなキャラなのに、はいはい、なんか結構テキパキしてて、はい、あれキャラ作りなのかこれって思っちゃって、まあ、実は偽ってたんですね。そうなんですよ、はい、なんかちょっと女の子はそうした。私キャラ4つぐらい持ってますから。急に表現するそうですね。これも今画面もしかしたらプッて切り替わったりして、ね、ちょっとカメラ、そうですね、今日収録で良かったですね。今日収録で良かったですね。本当にもう取り返しがつくんでね。そうですね、はい、まあ、本当にね、いろんなゲームやったんですよ。あの、はい、インディーゲームをですね、いろいろやって、はい、パズルゲームとか、うん、まあ、みんなで協力する、うん、協力系のゲームとか、はい、あと何でしょうね、あの格闘ゲームとかもちょっとやったりしましたね。やりました、格闘ゲーム、はいはい、ね、自分がウエストで負けちゃうっていうですね、はい、あのそう、格闘ゲームのプロ、いや、プロじゃないけど、プロはいないですけど、もうプロレベルですもんね。いや、もうでもね、すごいショックでしたね。なんかすごい、うんちくは語れたんですけども、はい、実際のプレイが下手っていう、一番ダメなやつ、一番ダメなやつ。一番悲しいパターンじゃないですか。このキャラはこういうキャラで、とか設定を言って、実際プレイできない。そういう人山ほどいるから、もうね、ちょっとね。そうなんですよ。解説君になっちゃう。いやいや、もう最高ですよ。よくね、ゲームセンターで、ちょっとみんながやってるの後ろから、ベガ立ちして、ね、ベガ立ちして、あれ、あ、今の、まあまあ、プレイだ。彼分かってないんだ。あ、そうそうそう。いや、そこでね、まあ当たってよかったねって思ってたね、当たってなかったら終わってたね、みたいな。そういうことをね、言いかねないようなね、キャラ付けにちょっとなっちゃってたりしましたけどね。山本さんは普段ですね、はい、FPS のゲームやってる印象は非常に強いんですけれども、はい、普段こうインディーゲームやったりとか、あまりこう配信でやらないようなゲームやったりするんですか？はい、まあ、僕は基本的にゲームは配信でしかやらないんですけど、あ、そうなんですね。まあ、まあ、バーガーとか、そう、ハンバーガー作ったりと か、 なんかめちゃくちゃハンバーガー作るゲームにハマったんですよ。あ、そうなんですか。ハンバーガー屋だって言われてましたね。前回やりましたよね、うん、ハンバーガー作るゲーム。あれじゃないね。あれどうしたの、どうしたの、生徒さん。急になんか思い入れでもあるんですか、バーガーバーガーに。大丈夫ですか。なんかある。違うんです。それじゃないねって初めて聞いた今、俺セントスさんから結構長い期間話してるけど、ちょっとね、ゆっこさんに対してね、ちょっとツッコミがなっちゃうんですよ。だってさ、台本にさ、オーバークックドってゲーム名書いてあるのに、バーガーバーガーって言ってて、ゲーム名違ったのに、あ、前回やりましたとか言うことに対して、さすがにね、鋭くツッコむパターンを得ない。ああ、そういうことですね。しっかりしてください、ゆっこさん。別のゲームでですよね、失礼しました。まあ、あと、ときめきメモリアルとか、あの、結構ナンパなゲームを。いや、もうあの、僕、恋愛ゲームがやったことなかったんで、はいはい、じゃあ勉強も込めて、そうそうなんですよ、プレイしたんですけど、男の子を攻略するんですか。えっ、あれ、ときめくメモリアルって、それボーイサイドガールサイドですね、ガールサイドときめも男、そういうゲームじゃないです。いや、収録でよかったですね。そうですね、全部ね、カットですから、はい、そうですね。まあまあまあ、ということでね。まあ、そういうギャルゲーとかもやったりとか、はい、いろんなゲームをやってみたりすることもある。まあ、まあ、でも普段は最近は建築してますね。まあそうですね。ずっとやっぱり、ね、はい、ある程度こう、ゲームの腕っていうのも必要になってきますからね。あ、そうですね。まあ、こうサボっちゃいけないということで、はい、まあ、時々、はい、なんかこう、合間を縫って、合間を縫ってやったりするっていうね、はい、こともあったりするそうなんですけれどもですね。はい、どうですか、あと、ペイパルとか普段買われたことありますか。ペイパルはですね、僕は結構使ってますね。まあ、ツイッチさんからこう、はい、お金が、
入金されるんですけど、そこで使ったりとか、はい、なるほどなるほど、はい、全く同じそうですね、PayPal、ね、はい、使ってっていうことができますからね、はい、そうですね、はい、まあ、ゲーム買うときとかに使ったりとか、はい、まあ、様々な使い方します、ね、はいはいはい、はい、なるほど、やっぱりですね、まあ、その海外のサイトとかではですね、日本以上にやっぱりこう PayPal っていうのはよくいろんな場面で使われてますから、まあ、どうも PayPal しか対応してないみたいなところもあるじゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ、結構順次クレジットカードとかになっていくけども、最初は PayPal のみっていうところとかもあったりしますからね、うん、そうですね、あと、はい、あの海外からなんかめっちゃいいマウスとか、まあ、こう買おうとするんですよ、はい、その時絶対ペイパルでしかダメみたいな。そうですよね、海外とのやり取りはかなり使えるんですよね、うん、そうですよね、ですからまあ最初にこうペイパルの使い方を覚えて、うん、で使えるようになっておけば結構この後いろんなシーンでですね、はい、役に立つこともあると思います。いやもう、はい、それさえあればもう生きてきますよ。いい、言い過ぎですよ山田さん意外と盛り癖いいな、はい、盛り癖初めて聞きましたね、人生で、ね、はい、はい、まあ、ということでですね、はい、あのいろんなお話もしたんですけれどもですね、はい、まあ、本日じゃあこの後ゲームプレイをしていきますが、はい、実際にそのゲームを起動させていきたいなというふうに思っております、はい、先日ですねリリースされたばかりのですね、なんと、バトルロイヤルゲームですね、レルムロイヤルというゲームがありまして、こちらを一緒にプレイしていきたいというふうに思っております。おお、どんなゲームなんですかね。ヤマトンさんは、まあ、これ系のゲーム、はい、何でもうまいじゃないですか。はい。いや、大丈夫ですよ。いや、大丈夫ですよ。いや、さあ、はい、こちらのゲームなんですけど、はい、特徴的な部分を言いますと、まあ、今流行っているですね、バトルロワイヤル系のゲームの中でもですね、はい、特にこう、一つ一つと、まあ、キャラクターというんですかね、はい、が、はい、あの、いろいろ幅広い性能の違いがありましてですね、まあ、ロール役割があるんですね。そうですね、はい、で、チーム組んでもいいですし、まあ、ソロでガンガン戦っていってもいいというものになっておりまして、はい、まあ、でも基本的にはバトルロイヤルゲームのですね、基本であります。まあ、100人ですかね、100人ですか、なんかですね、はい、こうバーッと同じエリアに降り立って、はい、まあ、最後の一人になるまで戦っていくという、はい、ものになっておりますね、はい、はい、でゆっこさんも、こういったゲームは結構やってらっしゃるかな。そうですね、こういったゲームはやってるんですけど、このゲームは初めてちょっとプレイさせていただくんで、世界のヤマトンさんと一緒に世界のヤマトンさん、はい、プレイさせていや僕はあのこのゲーム昨日ちょっと寝ずに練習して、あ、なるほどね、はい、いやでもやっぱり他の方よりは飲み込みは絶対早いと思いますから、今日はね、はい、非常に頼りにしてますからね。そうですね、はい、はい、そうですね、はい、ボットになったりとちょっとね、不安もあるので、いやいや、そんなことない、でもね、さっきやっぱりいろいろ教えていただいたんですが、はい、かなり細かいところまで、把握できてらっしゃるので、はい、教えていただきながらやっていきたいんですけども、はい、じゃあですね、起動をしていきましょうか、はい、一応ですね、簡単な設定とかそれぞれできておりますので、はい、じゃあチームを組んだ方がいいと思うんで、チームを組む、誘っていただいてもよろしいでしょうか、船頭さんを。はい、いいんですか。イエス、はい、なんか声が急に変わり、いやいや、やっぱ可愛いキャラですから、はい、なるほど、そうです、ペイパルゲームがセントさんのね、はい、そうです、了解です。まあでもですね、あの、あ、これ、なんかすっごい送られてますよ、今すっごい送られてますよ、秒3つぐらいしか来てます、秒間10連打ぐらいで今、あ、これ触ればいい、そうです、それを押せばいいです、大丈夫ですよ、あの収録なんで、あ、そうですかあのです、実はあんまりスチーム使ってないので、ちょっと、ね、こういうの来るとオロオロしちゃいますけど、あれ今できてませんか、あのスチームを開く、これ、あ、これなんですよ、これを押していただいて、はい、あ、もしくはシフトタブで聞かなかったらシフトタブ、はい、で、そのなんかこのなんか防戦になってるやつで、うん、そうっす、入りましたか？もう入れてると思います。あ、そうですか？多分。あ、3人になりました。オーマイガー。あ、消えた。あ、大丈夫ですね。完璧ですね。まだ大丈夫です。はい、多分ここ編集点になってる。あ、編集点。いや、おそらくですね、はい、始まってからここまで1回も編集はされてないと思います。やっぱりね、この番組そういうものになってますからね。そうです、そういうものですね。はい、じゃあもう、セントさんの、地帯も、地帯も全部。いっぱい見られて。いっぱいもう全部流れてる。今回スクワット。じゃあ行きましょうか。はい。一番上でいいんですか？あ、もう大丈夫です。もうこのまま待っていただければ。でもらえればこっちも大丈夫なんですね。これ外しちゃいました。すいません。いやいや、大丈夫、大丈夫。いや、大丈夫です。あの、編集さん。編集が。すいません。編集が大丈夫。帰ってください。いやいや、そのプレゼンに今日は帰宅と。いや、冗談ですよ。やっぱ、ゆっこさんいないとこの番組成り立ちません。成り立ちませんよ、本当に。もう、土台ですよ。土台です。土台。何その顔もう伝わりづらいわ何ですかその顔は。いやそう本当に心から思ってないだろうなって。いやそういう顔じゃないじゃないですか本当かって思ったらしもなんでこうなるんですか顔も間違ってましたよ顔、はい、
じゃあちょっとね、はい、山田さんにねリードしてもらいながらやっていきたいんですけども、はい、コーヒー美味しい、あ、はい、いいですよ。このゲームは、はい、まあ、具体的にどういったことが肝になっているゲームなんでしょうかね。そうですね、このゲームはですね、はい、まず序盤がですね、まあ、武器が、まあ、島にみんな降りるんですけども、はい、武器の数が非常に少ないので、そうなんですか。もうそこから生存競争というか、まあ、8割の人間はそこで消えるんです、はい、じゃあまずは、武器がありそうなところに降りて武器を取る。そうですね、もしくは逃げる。逃げる？逃げる。逃げちゃっていいんですか？武器がないやつは逃げるしかないんです。あー、厳しい。戦う術を持たないものは逃げるしかないんです。一応素手では、一応素手で4発で倒せるんですよ。あ、結構ねパンチとかありますね。でもリーチが短すぎて、こめかみパンチって呼んでるんですけど、はい、僕あれ、こういう感じですか本当に。もう、なんか、当たんないんだろ。当たんないですもん。全然当たんないんで。不思議だな。逃げてくださいもう。わかりました。まあ、このゲーム F ボタンを押すことによって逃げれるスキルがあるんですよ。はい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 、はい。なので、はい、1回だけ使えるんで、うん、10秒間に1回だけ、はい、それを使って逃げてください。なるほど。全力で逃げるか、全力で逃げるか、全力でぶちのめすか、どっちかです。完全に武器がない状態で、はい、2人が敵同士で降り立ってしまった場合は、はい、2人とも逃げるって感じですか？あ、まあ武器を探しに行きます。あ、なるほど、はい、まずは武器を探してください。そういうことか。はいはい。であとね、馬に乗れたりとかですね、はい、なんか結構こう速くなったりとか、そうですね、ゆっくりできたりとかっていうところで、まあ、先生ゲームやりながらおいおい説明していきたいですね。はい。まあみんないろんなスキルがあってですね、まあなんかただただエイムがいいだけでは勝てないゲームなのかなってイメージ。そうですね、バトル、他のバトルロイヤルゲームからすると、はいはい、まあエイムの要素はかなり低いので、あ、そうなんですね、まあその知識、そのスキルの使い方とか、うん、はい、まあ動き方とか、うん、そういったところで多分差がつくゲームになるのかな、はい、なるほど、はい。さっき私練習させていただいたんですけど、はい、エイムが全然できないって言って負けたんですけど、はい、エイム能力があまりいらないっていうのと、まあ、他のゲーム比べたら、他のゲームと比べたらそうですよ。やっぱ一応シューティングゲームなんで、そうですね、には必要だと思うんですけども、はい、まあ他のこうスキルの使い方とか、あとこう自分を固くする方法とかっていうのをしっかりしてないといけない、ね、まあ、逆にそれさえ徹底すれば弾を当てれなくても勝てる、はい、あ、可能性もあるんですか？可能性がこれぐらい。泣きにしもあらず。泣きにしもあらず。でもこれ6月の6日にリリースされて、まだアーリーアクセスですよね。まあアルファテスト中です。アルファテスト、はい、という状態でもありますし、まだ無料ですよね。はい、あ、無料です。そうですね、はい。ですからぜひですね、興味持たれた方はですね、今からでもプレイしていただいて、全然遅くないと思いますから。そうですね。まあちょっと見て興味持った方やっていただきたいなと思います、ね。結構世界観がね、すごいなんか、ほんわかした感じなんですけども。そうですね。あとなんかやられた時も、絶命したって感じじゃなくて、あ、そうですね、なんかちょっと可愛いですよね、エフェクトが。そうですね。確か他のゲームだと、うっしゃ、ボハーって感じじゃないですか。絶命みたいな感じですけど、まあただこのゲームは、なんかコケッコケッつって、鳥になって、そうなんですよ。すごい。今歩いてる鳥ですか？はい、今いますよね。はい。そうですね。あれ、まあ、30秒ぐらい逃げると、はい、また人に戻ることができるので、輪廻転生できるんですよ。そうなんですね。はい、早いですね、輪廻転生。そう、人として生まれ変わることができて、そこからまた戦えるんで。はい、はあ、はあ、はあ。まあ、それはそれで良きかな。逃げ切っちゃえばいいんですか？蘇生ではなく。逃げ切るんです。他のゲームだと、はい、例えばこう起こしたりするじゃないですか。あ、します、起きろよっつって、ほらっつって起こすじゃないですか。でも、鳥状態で放置しとけば勝手に復活。そうなんですね。なるほど。鶏くんになってる時はなんかスキルとか使えたりはは使えないんで、本当に逃げるしかないです、はい、あ、ただ窓とかちっちゃい窓とかも通り抜けられるんで、コケコケっつって、はい、その窓を、あ、じゃあ結構その姿になると有利な部分もあるわ。そうですね、それを使って駆使して逃げるって感じですね。人は窓は通れないので、鳥は窓は通れるんで、そこ窓を使いながらスッ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 逃げていけば蘇生もできるかもしれない。そうですね、右左、ね、右左みたいな感じでいけばいいんですけども、はい、うん、じゃあちょっとですね、はい、まあ、いろいろメニューがありますんで、これもちょっと見ていきましょうか、はい、ショップとかもですね、あったりもして、これショップ何買うんでしょう、ま、何もまだ何もないんですよ。そうですよ、あら、ちょっとね、思った通りですね、ちょっとまだ何も売ってないんで、そうなんですよ、まあ、入荷してないんで、これなんですか、はい、アーモニー、あ、いや、なるほどね、まあ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 、はいはい、そこもね、まあ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 、ちょっとね、まだアルファなんでね、はい、まあそうですよね、はい、基本的には今対戦しかできない、あとオプションぐらいですかね。そうですね、はい、対戦しかできない。で、オプションもですね、結構こう、なんでしょうね、いろんな部分が。まあ、はい。グラフィックとか、まあ、様々な。はい、しますからね。まあ、あと、そうですね、センシティビティも変えることもできますし。何ですか、それは。あ、あと、感度ですね、マウスの。はい、どれぐらい動かしたら、あ、なるほど、これぐらい動くみたいな。はい。これ、どこでやるんですか、コントロール。あ、コントロール。はい。はい、で、コントロールのその、マウスセンシティビティとですね。あ、どれぐらいがいいもんなんでしょうかね、こういうのやるときには。まあ、なんか、自分のなんか適当な、まあ、好みではありますよね。 5ぐらいみたいな。ヤマトンさんはどれぐらいしてらっしゃるんですか？僕は、まあ、6.5 なんですけども、はい、まあその
なんだろうな、まあ狙いやすいのが一番ですね。これこのゲーム結構弾当てやすいんで、はい、まあ、その細かい動きするもの弾当てやすいんで、まあ、結構高めでもいいのかな。あ、なるほど。 6.5 とかそういった、あ、始まった部分っていうのは一般的に見て低いんですか、高いんですか。まあ、ちょい低めだった。低めなんですね、一般的にすると。はい、あ、始まった。さあ、じゃあちょっとお願いします。はい、じゃあまずは役職を決めるんですよね。役職、はい、役職。この画面が今なんか画面1、2、3、4、そうですね、ウォーリアーエンジニアだし、ね、メイジハンターとあるんですけども、山本さんはどれを練習してらっしゃるんですか。僕はメイジのみです。なるほど、他は使ったことがないです。じゃあメイジをちょっとお願いしたいところですね、はい、で、ゆっこさん何使いますか。はい、私このウォーリアーを。ウォーリアー、ウォーリアーなんかすごく筋肉マン感あるので。はいはいはい、でも頼れますよウォーリアー。そうなんですね。なんか今のところ強い弱いっていうのはあるんですか、クラスになって。まあ、メイジが今のところ強いです。あとエンジニアがすごく強い。ただ1日ごとにどん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 アップデートが今入ってて、仕様が変わってるので何とも言えない部分は多いかもしれないですね。じゃあまず比較的安全な街行きましょうか。はい、お願いします。これ落下ダメージとかあるんですか。やっぱり落下ダメージはないです。あ、ないんだ。あのラジカルハイプみたいな感じです。はい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 、誰もラジカルハイプわかんないわかんないさあどこ行きますか。この、この柱が立ってるところ行きましょう。どこですか。この先祖さん、ここ。あ、わかりました。ビヨーンって。もう僕がマーカー打ったんで、はい。もう降ります。降りましょう。はい。で、W2 回押して、W2 回。はい。で、方向をこう決めながら、上向く感じですか。そうですそうです。上向きながら。すごいかっこいいですね。かっこいいですけど。かっこいいですね、落ち方。え、これやっぱ、長く飛べる。え、あんな遠く行けるんですか。はい。まあ、行けるような、行けないような。うまくいけば行けます。はい、僕は行けます、多分。あ、私たちの、はい、僕は行けました、ね、ところに。あ、でも私も行けました。他の人もいっぱいいますね。他の人もいっぱいいる。いや、人います。あ、俺イヤホンしてなかった、ちょっと待って。あ、本当だ、ゲームを聞こえないじゃないですか。いや、ちょっと待ってください。え、目の前、うちんち来たんですけど。うちんち来た。ゆうこさんの家じゃありません。ゆうこさん、とりあえず僕、はい、武器持ってるんで、はい、こっちに逃げてくることは可能ですが、その間に僕はイヤホンします。あ、うち襲ってきますよ。うわ、めっちゃ狙われてます。はい、私たち狙われてます。はい、頑張ってください。 OK です。山本さん今どこにいますか。ちょっと俺離れちゃってるかもしれない。私も戦闘さんの真後ろついてます。え、これ敵じゃないの、ゆっこさんなの。え、違います、その正面敵。あ、え、正面敵。大丈夫ですか。やばいやばいやばい、あ、武器ありますよ。武器ありますよ、武器ありますよ。え2人で。ゆっこさん逃げて。あ、感覚散りました。じゃあ、あとは、よろしくお願いいたします。山田さん見つけれませんでした。でもね、こっから山田さんのプレイを見て、ちょっと我々勉強しましょう、これ。そうですね。はい。はい、今、ゆこさんと並びで死んだのがやばかったですね。これ何やってんすか。何これ。いや、これ、ちょっとやばいですね。もう、このゲーム、ちなみに、その、1対2でも 100% 無理です。あ、100% レベルでダメなんですね。もう、残党です、僕は。もう、落ち武者です、完全に。もう体力ないですもんね。さようなら。でも30秒間生き延びれば。へやっ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 はい。というゲームなんです。結構ですね、はい、思ったよりちょっとこう、ほんわかな世界観があるような感じで、はい、そのシビアさも感じたりしたんですが、そうですね、じゃあちょっとこれ一旦ロビーに戻りましょうか。はい。これあのですね、このゲーム8割のプレイヤーは、その、はい、本当に最初に倒れるので。なるほど。それは何ですか、他のゲームと比べてどういったところが。まあ、やっぱりあの武器がない。あ、少なめなんですね。はい、武器は少なめですし、まあ、その体力が結構減りにくいので、すぐ決着がつかないんですよ、はい、なので他のチームが駆けつけてきて、そういうことか、倒したりとかっていう形になってしまうんですよね。じゃあ体力低い人がこう出くわしても、運よくヘッドショットで一発とかっていうことがないから、はい、もう本当に体力差があったらきついし、はい、1対2だったらきついしっていうことなんですね。そういうことなんですね。なるほど。まあ、今後もしかしたらこう調整入っていくと変わっていく部分かもしれませんけども、はい、まあ、でも基本的には多分そういったなんかカジュアル的な形で人数で戦うゲームな。なるほどね。感じになるかもしれない。いや、わかりました。すっごい追われてるかと思ったら、ゆっこさんだったんですね。はい、ゆっこさんからずっと逃げてました。で、ゆっこさん武器持ってなかったから、あの、オロオロしてたら、二人一緒に鳥になりましたね。そうですね。並んでる状態で。一緒に、はい。いや、なんかね、ちょっと悲しかったですね。悲しかった。じゃ次はね、もう少し戦闘はしたいなっていう。ま、あの、空気を吸いたいですね。空気、この世界の。そうですね、そうですね、もっと新鮮な。今なんか深海に降り立った人みたいな感じで、はい、空気なくて鳥そしてデッドメンって感じでしたね。はい、まあそうなんですよね。まあ大丈夫ですよ。でも8割の人間はすごい倒れるわけですから、そうか、
しょうがないってわけですね。はい。まだまだいきますよ。逆に言うと、逃げ回ってれば、結構早めに、なんかこう、最後の5人とかなれたりするっていうことですか？そうですね。一応逃げ回ると、うん、最後まで生き残れるんですけど、ただこのゲームは、その、敵を倒して、お金を集めて、防具を作っていかなくちゃいけないです。あ、ビルドもできるんですね。ビルドをしていかなくてはいけないので、はい、逃げられないって。なるほどね。逃げるな。逃げるな。そう、レムロイから逃げるな。あ、はい。でもなんか毎回試合逃げて5位になってればレートは上がるんですか？このレートがよくわからなくて。よくわからない。レートもちょっとまだ。これただレベルなんじゃないかみたいな。そうなんだ。はい。じゃあちょっと試合の数が多ければ多いほど上がっていくっていう。そうかそうか。話ですね。まあ今までねそういうバトルロイヤル系のゲームっていうのは、はい、レートみたいな可視化できるっていうのはあんまりないですよね。なんかこう内部レート的なものはあったりするらしいです。はい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 。そうですね。そうですよね。だからねあんまりこうやってはっきり出ちゃうとねみんないやダイヤの人が嫌だとかプラチナの人が嫌だとかなりますもんね。俺何言ってるんだってそんな変なこと言ってないよちょっと。いやいやいや。あれはそれはお二人の共通ゲームの内容ですよね。あ、はい。いや、まあ、そうそう。いや、いやまあでもね、それ限ったことじゃなくて、まあ今、ブロンズってあるので、だいたいまあ、ブロンズってあると、まあ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤ、みたいなものなのかなっていう感じで今お話したんですけども、まあなんかね、その、でもレーティングが見えたりしたら、それはそれで面白いかなって。まあそうですね、目標になるんじゃないですか、多分。あげたろ、みたいな。気分にはなるような。はい。気がしますね。まあちょっとね、楽しみであったりするんですけども、ちょっとね、先ほどは、まあある程度時間かけてマッチングしたんですけれども、ちょっとやっぱり、スクワットが、今あんまりまだ人がいらっしゃらないのかなって感じなので、ちょっと今回お二人でですね。はい。チームで、デュオでやっていただいて、で、自分はソロで。え？いや、セントさんだって書いてあるんだもん。自分もね、どっちかっていうと自分とユッコさんでデュオで、ヤマトさんソロとかの方が、ま、そう、絵的に収まりがいいかなっていうふうに思ったんですけど、書いてあるんで、じゃあそれで行ってみましょう。はい。あ、逆、逆、あ、やっぱり逆だそうです。ヤマトさんはソロで、あ、そうなんですか。私たちはデュオでという。気持ちが通じてよかったです。はい、そうですね。じゃあ終わりました。ちょっとやってみましょう。はい。はい、じゃあこれ、どうすればいいんですか？解散する感じですか？あ、そうですね。一回パーティーを解散させないといけません。はい、じゃあ、ゆっこさんからお誘いいただいてもいいですか？ペイパルゲームっていうアカウントですね。はい。お送りさせていただきます。早いな、おい。シフトプラス、どれですか？あ、これ僕まだ始めたらダメなやつですよね。同じタイミングがいいですよね、多分。はい。まあでも、マッチングはある程度時間かかると思いますから。あ、よし、じゃあプレイ。あ、これ、プレイ私が押すんですよね。そうですね。はい。そしたら、出てくると思うので。デュオ。デュオで、はい、お願いします。OK、はい、です。じゃあ、マトンさんも。あ、はい。はい、じゃあ、プレイします。もしかしたらソロの方が早く入れるかもしれませんよね。確かに。うん。でも、本当いろんなこういう系のゲーム出てますからね。うん、なんか、どのゲームも特色出すの大変でしょうね。うん、でもそれでも個性的なゲームどんどん出てきますね。ほとんどが個性的なゲームになってるんで、これは素晴らしいことですね。うん、すごいよな、うん、いやすいません、あのヤマトさんコーヒー飲んでるのを見て自分もお茶を飲んだんですけど、それを見てゆっこさんもお茶を飲んだ、あの一番こう番組的にまずい流れになりました。順番に飲んでいくことで他の人が喋るっていう感じなんですけど全員飲む、つられて同時に全員飲む、まあこれがでもデッキワールドなんですよ。そうですね、これがデッキワールド、デッキワールド、そしてペーパーのゲーム部、うん、そうですね、はい、ペーパーさんありがとう。ゆっくり飲みながらね、ゆっくり飲みながら、はい、そうまったりとね、そういうことですね、まったりプレイするというかね、はい。ヤマトさんとユッコさんはこれまで共演したことってあるんですか？いやもう完全に初めて。あ、そうなんですか。はい、初めましてでございます。だからあれなんだ、ちょっとこう人として扱ってるところがまだあるのかもしれませんね。ちょっと待ってください。え？気間違いじゃない。あ、気間違いじゃない。気間違いじゃない。はい。はい、あ、でもなんかこっちは間違いしましたよ。ちゃんと、はい、あ、本当ですね。あ、いや、私のことをヒューマンとして扱ってる。ヒューマンですね。ユコさん普段は何だと扱われてるんですか？え？何として扱われてるんですか？はい、あ、私は怪物ですかね。怪物って言い方もちょっとそんな悪意ある言い方してませんよ。あ、本当ですか？はい。頑張れ。頑張れ、頑張ってくれ頑張れ、マッチング頑張れ。そうですね、大丈夫ですよ、僕はじゃあもう2人のプレーを見て。そうですね、応援してます。もう俺ら俺らでちょっと本当に頑張らないと。そうですね、さっき本当に2人同時に取りになったので、はい、本当にひどい絵だったので頑張れ。ゆっこさんがじゃあやっぱりこうこういうゲームはやり慣れてますから、チームリーダーとして、
あ、チームリーダーですか、はい、ちょっとピン刺して、はい、ここに行きましょうって言ってください。私、はい、あピン刺したところに行けないんですよね。じゃあ、場所を教えましょうか。あ、よさげだ。お願いします。はい、セントさん、はい、ここがね、いいんですよ、ここ。わかりました。このクリックしてください。ここですか。センチネル、はい、これ。あ、もう降りていいですか。いいんじゃないですか。もうなるべく早く降りた方がいいですね、はい、大変だ、セントさん。何ですか。こちらのノート PC のバッテリーの残量がない。バッテリーがない。あ、なんバッテリーの残量が切れた。いやー、収録でよかった。ゆうこさん来てますか。来てます。ほんと。でですね、はい、え、あれ、あ、私来てなかった。いや、知ってますよ。あれ、来てください。なんか私、え、ゆうこさん、あれ、ゆうこさん、死んでます。なんで。え、死んでる。知ってます。あれ、死因はわかりません。あれ、私ずっと飛んでる気がしてたんですけど。私ずっと飛んでる気、それ意識飛んでるだけですよ。飛んでる気がしてたんですけど、飛んでなかったんですよ。意識が、そうですね。そうですね。意識失ってました。え、なんですか。え、ゆこさんはどういう状態だったんですか、これ。全然、私が、多分考えられる原因としては、はい、多分壁にずっと飛んでたんですよね。多分、壁に壁突き、はい、壁突きだけで異次元に行っちゃって死んじゃいました。じゃあ、あれ、壁にぶつかってるのかなって思って、なんか、はい、戻ります、ロビンに。あ、すいませんね、はい。え、僕、じゃあ、いいんですか。あ、いいですよ、いいですよ。ちょっと山田さんのプレイを見てね、ちょっとは。で、ゆっこさん、またマッチング行っていただいていいですか。はい、すいません、わかりました。お、なんだこれ、はい、ごめんなさい、俺ちょっと今ゲーム落ちちゃったんで、一回起動してるんで、もう一回ちょっとお誘いいただいていいですかね。はい、あれ、でも二人 いますよ。いますか。はい、まあちょっと今ですね、大丈夫かな。これなんかマッチング、え、始まっちゃってんの。もうマッチングされちゃったんですけど。ちょっと待って、俺ゲーム起動してないんですよ。これゆこさん、一回じゃあちょっとロビーに戻っていただいて。わかりました。いや、父さん、今のは何ですか。父さん、今お顔が2つありましたね。あれ、あ、中身も 見えてる感じですか。中身はないです。中身なんていないんですよ。ない。え、中身なんて、中身だってものはないってことですか。あれ、セントさんいますけど、これ俺いる。おお、セントさんがいる。大丈夫ですか。え、これ戻った方がいいですよね。戻りました。そうですね。お、山田さん始まりましたね。はい。お、そんななんか激戦苦そうなところに行くんですね。さあ、じゃあゆっこさん、ちょっとヤマトンさんのやつを見て、はい、はい、ちょっといろいろ質問とかしたいですね、はい、これ今持ってんのボウガンですか。これボウガンですね。ボウガン強いんですか。ボウガンが今強いです、すごく。おー、なんかね、とあるゲームだと一番弱い武器なイメージありますけどね。そうですよね、うん、お、剣も装備した。剣とかもあるんです。あー、敵が来ました。敵が来た。アサシンかな。ヘア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 。そんな声出るゲームなんですね。なぜヘア。なんか別のゲームの声が聞こえる。いや、気のせいかもしれませんね。あ、別気のせいですかね。ああ、ちょっと、はい、我を忘れてました、ね。ナイスキル。そうやって武器を。そうですね、こうやってチキンを集めて武器を作るための素材を手に入れていく感じですね。なるほどね。え、チキンを集めると何になるんですか。お金になるんですか。チキンを集めると、はい、その武器を作る権利を得ることができます。はい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 。じゃあそれがないと作れないものもあるわけですね。そうですね、それがないと武器は作れないって感じですかね。あ、今持ってる剣は強いんですか。ちょっとリーチがなさそうですけども、これは剣です。剣かあ、お、え、いや大丈夫です、大丈夫です。全然全然大丈夫です。全然大丈夫。まだまだ大丈夫。まだ、でこのなんか先ほどから馬にすごくなってるんですけど、まだまだ、この馬は常に持っているものなんですね。馬は常に持ってますね。はいはい、はい、あゆこさん、じゃあお誘いいただいても大丈夫ですか。あ、オッケーです。わ、はい、かりました。あ、いいよ。
へやっ、へやっ、くれー。やっぱ山田さんうまいですね。お誘いしました。はい。オッケー。じゃあゆこさんお願いします。はい、お待たせしました。私たちも参戦しましょう。そうですね、ゆこさんちょっとどういう飛び方したのか分かりませんけど、はい、不思議でしたねさっきの現象は。すいませんね、さっき何が起こったのか自分でも分からず、ね、いつの間にかやられた画面になっていたので、セントさんの画面にもうもはやそうですよね。俺も何が起きたのか、あ、やっぱ撃たれてますよね、マトンさん。来てますね。あれ、これ相手の方はアサシンですかね。そうっぽいですね、見た目。うまい。うまい。さすがですね。飛んでる。部屋。部屋。結局部屋なんだ。そこが必ずその言葉なんですね。これなんか武器防具にレアリティがあって、はい、でやっぱレアリティ高いやつ取った方が、そうですね、今お金が集まってチキンもあるんで、はい、鍛冶屋に行って今度は作るってところですね。今マックスって書いてありますね、200で。はい、これが、まあ、シャードって言って、はい、まあ、なんかこうなんかガラクタみたいなの集めて、はい、あ、作れるんだ。これ作っていく感じですね、はい、でもこれ他の人も取りに来れちゃうわけですよね。もちろんそうですね。じゃあここ激戦区になるわけですよね。もうこっからもうバリバリですよ。バリバリ戦いが起きますよ。周りから見て作ってるところは分かると。そうですね、あの煙で分かるようになってます。はぁ、あ、はぁはぁ、こんな感じ。ほんとだ。回復しましたよね。回復もあるんですね。回復もあります。ちょっと待ってくださいね。いろいろある。さあ、じゃあですね、自分とゆっこさんもですね、はい、部屋に入れましたんで、はい、これからマッチングが始まっていくという状態ですね。いきますよ。あ、はい、私はウォーリアーですよ。そうですね、はい。さあ、山本さんはそろそろじゃあできてるんじゃないですか。さっき1分ぐらいでしたよね。はい、そうですね。もうそろそろ今作ったやつが出来上がるんですけど、でも目の前にいないと先に取られちゃうこともあるんじゃないですか。あ、そうですね、あんまり離れすぎちゃうともう物気の殻だと思われて、そうですよね、取られるって可能性もありますね。なるほどね。あ、瀬戸さんもうどうしますか、ゆうこさん。じゃあここで。どこ？あ、はい。行きますね。はい。まあ、こういったところが本当に他の、なんだろう、バトルワーゲーとはちょっと異なるところですね。さまざまな要素がある。あれ、何にも言えないですけど、大丈夫ですかね。大丈夫じゃないと思いますよ。ゆこさんが刺したピンの方に行ってますけど、建物ないですよね。じゃあ、その隣のなんか集合。隣ってどっち？右、左、どっち？右です。あ、右、OK。右の集合地帯で。次、横からわちゃわちゃ来るんですよ。大丈夫、大丈夫。はい、なんすか。アセトさんが目の前に降りてきました。あ、よかったよかった。はい、よかった。隣って右と左に間違って。さすがにね、はい、ちょっと温厚な自分も切れそうですね。セトさん温厚なんでいつも切れてますよね。そうですね、はい。なんてこと言うんだ。セトさん温厚ですもんね。そうですとも、はい。よし、銃取れたぞ。やばい、この武器防具なんか取ったぞ。集めていくだけでもちょっと一苦労だな。そうですね、はい、でも落下ダメージがないんだったら。え、もう人がすごい減った。え、もう80になりましたよ。今79。やった、80位確定。あ、イエーイ。え、まあ、これで武器を整えたらまた次の鍛冶場に行く感じですね。あ、なるほど。同じ鍛冶場では何個も作れないので、はい、その防具だったら防具1個、武器だったら武器1個までしか作れないので、はい、どん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 違う鍛冶屋に行きながら、シャート稼いでやる。なるほどね、はい、そうなんだ。ヨコさん、あんまり離れないようにしたいですね。そうですね。あ、でもなんか敵いなそうですか、この街。うん、なんかパッと見た感じないんですけど、ヨコさんで今ゲーム音聞こえてるんですよね。はい、聞こえてます。で、なんかそういう銃声とか足跡的なことを聞こえたら教えてください。 OK です、わかりました。これね、ないんです、音が。なんかいっぱいスキルが。え、どれがいいんだろう、どのスキルがいいんだろう。全部いいですよ。あ、本当ですか。うん、でもなんかもうスキルいっぱいなんですよ。え、じゃあ全部あれじゃないですか、砕くがいいんじゃないですか。そうか。山本さん大丈夫ですか。Fです。あ、そういう感じじゃない。ん、ちょっと待ってください。あ、大丈夫です。めっちゃ集中してるじゃないですか。はい、すごく集中。今敵がいるんですかね。どうでしょうね。なんか強そうな武器がいっぱいあるぞ。マジか。
なんかいっぱい強そうな武器ゲットしてますよ。どうかどうか。そう、うわー、マジか。やめてくれやばい。お、ヤマトンさんが今死ぬ。あー、やられた、ヤマトン戦取った。あの、声がちょっとヤマトンさんに対してかなりダメージを与える可能性が。いや、大丈夫です、大丈夫です。すいません。あ、やりに行ったらやられました。あ、やばい、なんだこれ。オッケーです。回復できねえ。嘘だろ。え、何ですかそれ。これエリア外なんですよ。あ、はいはいはい。ちょっと今、キーを押しても回復できなかったんですね。あ、そんな、ちょっとなんかあったんですね。ああ、これ、やばい。マジか。ゆっこさん今、なんなんですか。あ、え、私今、瀬戸さんの画面を見ています。あ、そうなんだ。はい、ゆっこさんの遺体はどこにあるの。私が、ゆっこさんの遺体って見れないのかな。そこですよね、でも。多分、え、あの光の、多分緑ぐらいのところで私死んだと思うんですけど。あ、そうなんですか。緑ピンぐらいの。え、なんで見れないのかな、人はだどこでやられちゃったか。あ、そのもうちょっと北側ですかね。あ、なんか敵でも取れたらなと思って。あ、でも瀬戸さん正面いますよ。正面にいる。はい、SW にいます。え、はい、ずっと撃たれてます、SW で。正面じゃないよ、これ。あ、すいません、私から見て正面です。知らないっす。SW よりずっと、多分私をやった張本人ですね。でもなんか、あんまり食らってもダメージにならないので。そうですね、はい。なんか意外とダメージ。私、ショットガン。あれ、山田さん。あ、追いかけてきてる、瀬戸さん。え、山田さん、いつまで終わったんですか。え、瀬戸さん、後ろ追いかけてきてますよ。僕はもう終わってしまいましたね。悲しいことに。瀬戸さん、はい、瀬戸さん、正面、目の前。あ、うまい。ナイス。はあ、はあ、頑張れ。あ、やったー。ナイス。あ、また来てます、また来てます、また来てます。まだ撮ってるんで大丈夫です。いや、ダメです、ダメです。なんだこれ。撃たれてます、撃たれてます。なんで撃たれるんですか。いや、それ敵が目の前にいます。あ、テントさん、ちょっとでもアイテムが目に膨らんで。あ、あ、あ、お、ありがとう。無事敵を倒すことができましたね。さすがに私の仇を取ってくれた。あれ、そうだったんですかね、はい、どうなんでしょうね。多分そうだと思うんですけど。いや、ちょっとアイテム今、漁ってたんですけどね。まあ、漁ってると、まあ、やっぱり相手が狙いに来てしまうので。でも、変身時間中に攻撃してくるショッカーはいませんよ。僕たちはヒーローじゃなかったと思う。ヒーローじゃなかった。一般人か。一般人だったかもしれない。そういうことか。じゃあ、どうします。そうですね。まあ、せっかくだから。はい。もうワンゲームってことで。はい。まあ、ちょっとやりたいですね。はい。ただですね、ちょっとまた、エラーが出てですね、はい、落ちちゃってるので、今度はどうしますか。どういう組み合わせでやりますか。じゃあ、セントさんやります。まだ、あ、もしくはまた、ちょっと、3人のチーム。3人のチームやってみます。みたじゃあ、チャレンジしてみますか。はい。あ、じゃあ私、今2人いるんでお誘いしますか。はい。はい。で、あ、ごめんなさい。俺ちょっと今、再起動してるので、はい、ちょっとお待ちください。お誘いしました。はい。ありがとうございます。じゃあ、これで。ちょっと待ってください。いや、でも、キルが取るとやっぱ気持ちいいですね。楽しい。そうですね。ね、まずは、キルを取れると。あれ、なんか私がちょっとびっくりしたのが、先に私が敵を見つけたんですよ。はい。で、撃ってる間に敵が何かを建築して、それにやられたんですよね。なんか武器みたいなのを建築できるんですか。あ、だからそれがエンジニアの多分スキルかもしれないです。エンジニアのスキル。タレットを多分作られた可能性がありますね。それですね、はい。タレットみたいな何、なんか、撃ってきたんですよ、そいつが。なるほど。あいつらが牙を剥いてきたと。あいつがちょっと撃ってきたんで。そういうスキルもあるんですね。いや、いろいろありますからね。はい。あ、来ました。じゃあお誘いいただいてもいいですか。あ、はい、わかりました。あれ、あ、そうか。あれ。あ、じゃあそれで招待を。はい、あ、わかりました。もう一度。あ、ヤマトさんからも来てるな。あ、これで。ちょっと待ってくださいね。はい。聞かない。お受けできたと思います。お。あ、じゃあ。もしかしてキーボードちょっと。そうですね。ちょっと聞かないので、どうしようかな。なんででしょうか。別のボタンに割り振るとかできるんですか。いや。ちょっと待ってください。はい。でも、山田さん、かなり独特なキーボードの。本当だ。角度ですね。あ、これいつもでももっと縦です。ああ、今日はちょっと環境上。ね、人によって、こう、縦の人もいれば、なんならこう、はい、なんか、こう持ってやるみたいな方もいらっしゃる。あ、います、います。膝の上とかは。そうですよね。膝の上でやってる方も。本当ですか。はい、
衝撃。あと逆でやってる。いや、そうですよね。なんかかっこいいですよね。いや、というか、ちょっともう、年頃のだから、表情いいんで気を使ってください。じゃあ、ここですか？いや、いやもういますいます。だからあれですよ、それこそ、はい、去年、ブリズコンに行った時とかは、はい、もう、手元見た方が良かったですよ。みんな結構、もう思い思いでしたよ。もう、こんなですよ。本当ですか？いや、すごいかっこよかった。ギターみたいな感じで、はい、なんかもうキーボードかき鳴らすみたいな感じでしたからね。そこ注目してみたかったですね。山本さんもこれもね、やっぱこう、あ、じゃあちょっと、はい、縦気味ですからね。わかりました。私の方が、はい、ちょっとショートカットキーが効かないみたいなんで。はい。大丈夫そうですか？あ、そうですね。はい。そこから。あ。あれ？ゲーム参加ですか？あ、じゃあちょうどセントスさんが今、招待したので、はい、あれ、え、あれこれじゃない、あ、私たち解散しないといけないんですかね、これ。あ、チームもしかして組んでる。あ、今解散しました。あ、了解です、はいはいはい、これで大丈夫ですかね。あれ、ペイパルゲームズさんから、すいません、もう一度だけ。ああ、いや、全然もう、いくらでも招待しますよ。いくらでも大丈夫ですよ。はい。セントスさんは同じチームにいる。そうなんですね。はい。はい、大丈夫ですね。あれ、はい、俺でも一人、チームになってないな。これで今、ここを押していただければ。はい。あ、そうです、そうです。それで OK です。はい、ありがとうございます。はい、これでできますね。はい、お待たせしました。あとはマッチング。そうですね、マッチングできるかどうか。いけ。まあでもですね、もう何回かの実践を経て、自分もゆっこさんもですね、はい、ある程度の腕前にはなってますから。あ、もう完璧ですね。なってます。そうですよ。じゃあ次は、目標じゃあどれぐらいでいきます？そうですね。まあやっぱりその、逃げ回っても意味ないので、うん、やっぱりこう、順位というよりは、お、まあ、キル、1キル。目標じゃあ、どうします？ 2。2ですよね。1。え？なんでですか？ゆっこさん。いや、1、2、3かなって。勝手に決めてるんだ。1、2、3みたいなんですね。わかりました、じゃあ。1、2、3と。じゃあみんなで合わせて、はい、じゃあ6キルぐらいですかね。わ、はい、かりました、じゃあ6キルで頑張りましょう。はい、いいですか？でもみんな合わせてって言うと、もう最速でね、落ちて、6キルお願いします。まあ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 。お願いします、なりますからね。はい、じゃあ行きましょう。はい。あ、なんででしょうか？お、ちょっと固まっちゃったんじゃないですか。固まっちゃったのかな。なんか押しにくいんじゃないですかね、多分。こっちでやっちゃってもいいんですか。はい、大丈夫です、大丈夫ですよ。なんて書いてありますか。あー、リーダーのみがあったから。あ、そうなんだ。まあ、多分、あ、何かしらの、ちょっとバグ的な、なるほど。要素が、はい。あれですね。ちょっと待ってください。はい。なんででしょうか。そうか、別の画面に行って、なんでだろう。一回ゲーム閉じた方がいいんですかね。ちょっと待って。そうすると、まあ、一回もう、落ちるしかないんですね。もしくはリーダーを変えるとかできないんですかね。は多分なかったと思います。じゃあ、はい。一回こっちのチームも解散しといた方がいいですよね。はい。あ、わかりました。はい。じゃあ、解散しておきます。はい。解散。はい。解散。あ、うん。ゆうこさん、解散うまいですね。ん？あ、本当ですか？はい。解散は、ええって言われた。解散はお手の物です、ね。そうですよね、やっぱりね。はい、解散といえばゆっこ。はい。ですかね。そうですね。ゆっこさん応援したアイドルグループは全部解散するっていうね。そうですね。はい、はい、うん。もうここに3年、私の推しのアイドル全員辞めてるんで。そうですか。はい。なかなか怖い話聞きます。いや、ほんとね。ゆっこさんアイドルマニアなんですよ。え、そう。あ、どうしたんですか？あ、マッチ？もうだから急にマッチングが始まる。今ちょっとなんかの。バグり散らしてる。なるほどね。じゃあもう一回再起動していきます、はい。はい、そうですね。まあ、アルファ版です。まあまあ、アルファ版ですけど、まあ、アルファですからね。ベータより前ですよ。よく皆さん、ベータテストで聞くけど。そうですよ。完璧すぎたら、逆にちょっと怖いですからね。はい、そうですよ、ね。あえてね。そうですね。あえてなんですよ、ね。あ、そうか、アルファってベータの前のことなんですね。そうですね。そっか。いわゆるベータテストってよくやりますからね。はい。普通、皆様の手元に届くときは、ベータテスト。はい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 。でもこれはアルファです。すごいですね。前の段階から遊ばせていただいてるってことですね。遊ばせていただいてる。そうですね。そう、そういうことですよ。はい。ですからね。そう、こういう感じで。は、はい。ロゴ画面行ったり来たりしてても、まあ。まあ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 、やめなしみたいなとこありますよね。はい。さあ、ついに、これで、チーム組んで。いきます。はい。はい。インバイトしました。
ありがとうございます。頼む。これで。そうですね。これで多分入れたと思います。入れました。はい、最悪サーバーを買いましょう。はい、なるほど。お、いけたっぽい。オッケー。はい。まずは最初の段階クリア。はい。次に間違えるかどうかですね。次は、SEA がダメだったら、はい、NA サーバーにします。わかりました。わかりました。でも NA サーバーはピンが200です、うん。え、ちなみにこのゲームってどこのお国のゲームとかって皆さんあ、わかんないです。どこで作ってるんですか？アメリカ。いや。いや、もうなんとも言えない。あんまフレンド。すいません。はい、大丈夫です。はい。ピン200っていうと、ちょっと実感、するのがどれくらいの重さなのかわかんないですけどね。格闘ゲーム的に言うと、30で1フレームですよね。はい。30分の1で1フレームだから。あ、60ですね。あ、60か。はい、60で1フレームか。60で1フレームだから、3フレームぐらい。3フレームか。まあ、多分きついですよね。そうですね。3フレーム常にいっちゃってるみたいな。ああ。まあでもまあ、ね。やってやれないことはないかもしれない、ね。まあ。10フレームとかやると。まあ今やれるっしょ、みたいな。そうですね。じゃあやっちゃいます？どういうことですか？ 3 フレームの世界に行きます。そっちの方がやっぱマッチングしやすいんですか？しやすいのかもしれないです。なるほど。全然いいですよ。はい。最後、こう、希望を、僕は、NA。希望の灯しみを。はい。NA の灯しみを絶やさないで。まあもしかしたら早く対戦したい人はもう NA で回すっていうのもありかもしれないですね。ありかもしれないですね。うんうん、あとは、時間が、時差があるじゃないですか。はい。今何時ですか？今だと、アメリカ。夜中？いや、むしろ、12時間なんで、朝方は。夜中過ぎて朝か。ちょっと待ってください、思い出します。確かアメリカで、普通の時間に配信してたら、はい、今こっちは朝の3時だよとか言われてたような気がするから、でもあの配信した時間が何時だかわかんない。迷宮入りじゃないですか、もう。迷宮入りじゃないですか。今、そうですよね。やっぱりその、ゴールデンタイムと言われるような時間帯の方がマッチングしやすいですよね。はい、そうですね、うん。今我々の時間もゴールデンタイムではないので、アジアは。そうですね。そう考えると、もしかしたら、NA 様なら、ワンチャンスあるかもしれませんね。ワンチャンスできるかもしれない。はい、ちなみにそのスタッフの方からの情報で、開発とか販売は、はい、アメリカの会社が行っているようですね。じゃあ NA サーバーが一番、まあ、一番だとは思うんですが、はいですね、その向こうの時間が今何時だか分かりませんからね。うん。いや僕はでも祈ってますよ。祈ってます。最後まで、はい。最後まで祈ってます。じゃあゆうこさんも祈るよ。完璧ですね。完璧ですね。はい、そうですね。女神みたいでしょ。そうですね。なんかゆうこさんの雰囲気は、はい、今日は違います。本当ですか。やっぱりその、この時間帯によるものなのか分かんないんですけども、はい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 。おかしいです、なんか。ああ、喪服だからか。いや、そうですよ。なんかね、ゆうこさん、はい、真っ黒なんですよね、全身ね。うん、大丈夫ですか？いやいや、もう、いや、すごい、素晴らしい。いや、そうなんですよ。そう、可愛らしいんですけど、はい。はい、なんで、なんか、はい、ここら辺にワンポイントとかあってもいいんじゃないですか？いや、私、シンプルな服が好きなんですよ。いや、そうですか。真っ黒なんだよ、これ。下までびっしり真っ黒ですからね。はい。そうなんですまあでも、シンプルなの、いいっすよ。僕も部屋真っ白ですし。それも怖っ。好きなんですか？いや、配信部屋と家が違うんですよ、はい、僕、はい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 。配信部屋が真っ白なんですよ。はい、なんかね、すごい怖いです。なんか隔離病とか。なんか色入れてくる。差し色。すごい窓もないですし。怖すぎる。時々連敗とかして、はい、ゲーム止めて、はい、ずっとこう、部屋の中央で体育座りとかしないでくださいよ、ちょっと。あ、もう配信終わったらもう真っ暗にしても。そうですよね。床に大の字で星が綺麗だって あの真っ白い天井見てる、ね、そう天井見てるそうですよねそうなんですそっかさあサイコパスだな違いますいいやつですサイコパスだな違いますこれ多分ループしますねループしますこれ一日やってそうですねそうですねこのやりとりを違います始まらないですいやそんなことないんじゃないですかまだ3分ですからそうです先ほどは5分でマッチングしましたね、はい、5分ぐらい僕は祈ってますよ次、はい、ブラジルサーバーでもいいですよブラジルサーバーやりすぎじゃないですかさすがにちょっとねちょっとピン8000ぐらいになりそうじゃないですか8000、うん、じゃあちょっとですねマッチングをですね、するまで、はい、少し今しばらくお時間いただければなというふうに思っております、はい
あれ、おーおー、言った瞬間にしました。いやこれやっぱヘイトさん持ってるな。いや違う、今編集点にして、はい、ちょっと編集に入ろうかなっていうところだったんですけども、はい、言った瞬間になりましたので、いやもうこれ持ってるんですよ。行きましょう。やっぱセントさん持ってる。じゃあこれが今日のファイナルラストバトルに、これでクラロイ取りましょう。クラロイ、クラロイって何ですか。クラウンロイヤルって言うんですよ、これが。ちょっとあ、優勝者の方ですか。優勝者の方。なるほどなるほど。なんか食べるんじゃないんですね。なんかよく見るとなんかあれですね、あ、チキンディナーじゃないです、はい、チキンディナーじゃないんですね、はい、でもチキンですよね。なんかで今回は、はい、あ、どこにおります。一人、はい、異国の方が入ってます。お、チームに。あ、本当だ、はい、これなんて読むんですかね。これフレットチューブさんなんで、もしかしたら YouTuber の人かもしれない。ああ、じゃあ強い可能性ありますね。なんで、そういうことないですか。いや、わかんないですよ。いや、そう、もしかしたら強いかもしれない。そうですね、いや、もしかしたらそうなんですけど、はい、動画撮ってるかもしれないんでね。ああ、なるほど、はい、じゃあ、今回はクロッシングに行きましょうか。え、なんかどこですか。このクロッシングっていうポイントが立ってるところですね。はい、このマーカーが出るんで大丈夫だと思います。はい、じゃあ、俺らのタイミングで教えてもらってもいいですか。じゃあ、行きますよ、行きますよ。はい、はい、はい、え、まだですか。効果開始。はい、効果開始。わかりました。はい、え、これこのままストレートに先ほどみたいなのじゃなくていいんですよね。あ、そうです、もう上向かなってスパーンってもう降りるわ。スタンって降りるわ。スタン、 OK です。パッカーンって言えるんで大丈夫です。スタン、これこう結構激戦区ですか。あー、もうやばいっす。わかりました。じゃあ、あの山本さんがチェックしたあの家におります。じゃあ俺その先に行きますね。いいぞ。あ、山本さんがいた。しゃー敵はいそうですか。敵はいなさそうじゃないですか。なんか人が飛んでった。ああ、なんかよく飛んでる。よく飛んでる。よく飛んでる。私よく飛んでるんで。ああ、よく飛んでる。まあ確かに。気にしないで。そういうこともありますよね。そうですよ。あ、なんかクロスボウゲットした。お、いいですね。クロスボウ最強ですよ。それさえあればもうどんな敵をも葬ることができるんで。マジか。びっくりした。いる。N にいます。いくさ。え、嘘。やばい。それ。私やばい。え、敵がいるんですか。敵います、敵います。皆さん集合してあいつを。あ、ちょっと私やられてる。いや、逃げてください、逃げてください。馬で。ちょっと馬が。そうか、馬の。Z です、Z で馬で。こちら側に逃げていきましょう。やばいです、撃たれてます。OK です。あ、正面に敵いる。とても撃たれている。え？マジで撃たれてます今。あ、僕らも。山田さん入ってきた。あらゆる方向から撃たれてます。あ、そうですか。ポーションとかあります？ポーション拾ってないかもしれない。ポーション俺持ってますけど、落とせるんですかこれ？あ、そうか、落とせないか、そうだ。あ、そうなんだ。残念でした。落とす感じのシステムはないんですね。落とす感じのシステムはないです。あの、自分の命は自分で守れと。そうですね。俺武器ないんですよね。え、それどうやって、いけるんですか？ポーションって。え、F ボタン押せば、いけます。あ、ただその、キャラクターによるので。あ、そうか。武器が弱いですね。ゆっこさんはそれ誰と戦闘してるのか？なんかそこの黄色い家にいます。あ、そうなんだ。人が、2人いました。黄色い家に。でもね、武器がないんですよ、今。やった、1人やった。ナイス！マカ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 、どこ行った。音はわかんない。どこだ。やばい、とどめを刺さないと。武器そのニワトリにとどめを。どこですか。どこにいるはずなんですけど。どこ行った。あれ、あ、なんか、あ、でもね、別の人が倒したってますね。あ、倒した。はい。え、なんかニワトリのコッコ。いや、これは味方です、これ味方です。あ、味方が、ね、ここ体力がないので、はい、とてもやばいです。あ、正面にいますね、うちの。あ、そうだ、忘れてた。え、ちょっと待って待って、ここで。あ、生徒さん、いる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 。え、俺、俺いる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 。ちょ、俺、で武器ないから。あ、やばいやばいやばい、我が軍は全滅です。あ、生徒さん以外全滅です。マジか。生徒さん、あとは全てよ。あとは全てよ。生徒さん、あと6キロお願いします。あとは頼んだ、生徒、頑張れ。なんだこれ。おお、みんなを控えらせに行きます。え、もう戦闘さん、もう誰もいないです。誰もいない。一体何が起きたんでしょうかね。あの、もう一人その異国の地の猛者は、はい、結局みんなのわちゃわちゃの中で、同じ闇に飲まれて、闇に飲まれて、あーじゃーって。そうですね。なるほど。これはちょっと動画にも使ってくれなさそうな。そうですね、多分ね、そうですね、投稿する動画は撮り直しになる、はい、撮り直し、はい、やり直しですね。はい、はいはい、ということでですね、まぁ、あ、ちょっとですね、待ち時間いろんなお話もさせていただいたんですけども、はい、レルムロイヤルをですね、プレイさせていただきました。はい、まぁ、あ、こんな形でですね、まぁ、あ、ちょっと、みんな、性能が一緒というゲームではなくですね、はい、まあ、まず最初に、クラス。
というのを選べるっていうですね、そういうところがちょっと面白みがあるゲームなのかなというふうに思いますのでですね、はいはい、まあ、現在アルファ版、来月も多分アルファ版ですよね、まだね。まあ多分そうでしょうね。そうですよね。まあ、でもアップデートは1日ごとに重なって、はい、はい。ですからちょっとこうゲーム性が変わったかもしれないんですが、まあ多分この番組が、やっている時でもですね、同じような状況でできると思いますので、はい、ぜひ皆様興味持たれたらプレイしてみていただきたいなと、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは、デッキワールド終了のお時間が差し迫ってまいりました。ゆっこさん、改めてキャンペーンの告知をお願いいたします。はい、私の方からキャンペーンの告知させていただきます。はい、お願いします。はい、ということでまた今下に出てるんですが、はい、はい、現在 Steam サマーセールにすぐ使えるペイパルラッキークーポンを Twitter 限定で本日に6月22日から6月26日の5日間毎日配布中でございます。はい、はい、該当のツイートをリツイートするとダイレクトメッセージでクーポンのリンクが送られてきますので、そちらをペイパルウォレットに保存してお得なクーポンがゲットできちゃうみたいなんです。なんと、いや、はい、そうですね、これね、はい、これ、はい、なんと最大1万円割引のクーポンが当たるチャンスなので、お得でございますよ。ぜひ、はい、皆さんチャレンジお願いいたします。お願いいたします。はい、まあ、毎日ですねできますからですね、まあまあダメ元でもいいと思うんですよね。はい、ぜひですね、あの、このキャンペーンご参加いただきたいなというふうに思っております。はい、それではですね、皆様に今日の感想を伺っていきたいというふうに思っております。はい、じゃあ山本さんからお願いしてもよろしいですか。はい、なんで苦笑いしたんですか。こんなにハッピーでラッピーな番組なのに。はい、もう最高にね、もう楽しいゲームをプレイできて最高でした。ゲームのプレイじゃなくて、やっぱメンバーもね、やっぱり。まあ、いや、もちろん。あ、もちろん、そうです。もちろん、このメンバーで、はい。最高のゲームをプレイできて。え、最高？あ、最高です。最高です。最高、最高、最高。そうですね。まあ、そうですね。ぜひとも、本当、レルムロイヤル、はい、まあ、非常に面白いゲームなので、はい、まだ、こう、みんなでやるのもすごい楽しいゲームなので、ぜひとも、やっていただけたらなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、ゆこさんもお願いいたします。はい、あの、私いつもこのペイパルゲーム部ではちょっとクリーチャー扱いを受けているんですけど、いやしてませんよ。ゆこさん久しぶりヒューマンという扱いを受けて、はい、もすごく楽しかったです。はい、でも前の丸丸さんも、はい、ちゃんとやっぱりゆこさんは素晴らしい女性だっていう風にして、はいはい、本当に言ってました。いや、言ってはいないですけども、そういう風な感じになってたよ。言ったことしてよ。あ、いや、言ってましたよね。はい、やっぱり、はい、そうですよね。はいはいはい、もう皆さんゲストも最高な方々が来てくれてありがたいです。普段自分とかウエストさんも最高じゃないですか。あ、まあ、そうですよ、そうですよ、最高ですけど、もうさらにね、ヒューマン扱いしてくれる方また特別なんでね。はい、はい、もう本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、瀬戸さんも何か。あ、そうですね、まあ、あの、本当に、はい、あの、自分もですね、あの、はい、やっぱりずっとこうサイコパス扱いしていただけて本当に、ね、嬉しかったなっていう。いや、もう最高でした。最高最後でした。まあ、でも本当にですね、いつも普段やらないようなゲームを、はい、普段とは違うメンバーでやるっていうところがですね、うん、このテーマのゲーム部のすごい楽しいところだなというふうに思いますから、はい、まあ、こうやって触れたことをきっかけにですね、このゲームをやってみたいですし、うん、これから触れていくゲームをどんどんプレイしていきたいなというふうに思ったら、今日は本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、デッキワールドペイパル特別協賛番組ペイパルゲーム部、スチームサマーセールスペシャルはですね、あれ、これ明日でいいんですか。あ、そうなんですか。あ、これ、え、あ、すみません、1週間後とかと思ったら毎日なんですよ。あ、そうですね。あ、そうですね。はい、はい、明日も、20時からこのチャンネルにてお送りいたします。はい、明日もこの3人でサンクタム2というタワーディフェンス系のですね、FPS ゲームをプレイしていきますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは皆様、明日もよろしくお願いします。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。